は高松自動車道豊浜サービスエリア上りからのスタートになります。時間は7時20分。三台で姫路城へ向かいます。まあカーボンがこことかこことかこことか、あと前のフロントフェンダーカーボン使っちゃって、それでまあここら全部金で揃え中、うんうん、それでまあそれがエヴァの初号機のチェーン、マフラーもまあ一応変わってますね。スリップオンですよ、これアクラフォビッチですね。最近これの新型が出た、はいはいはい、プロトね、プロト、これこの間オイル交換。それでは出発します。外足を渡って、まずは吉備サービスエリアまで向かいます。私は車でもバイクでも何回も行ったことあるので、姫路城まで宣言します。安全運転で行きますよ。市内入ってきました。思っとったより吸い取ってよかったね。ワンスイートも珍しい。ここを左折したら姫路城が見えます。もうこれで全然ない。
この京都の中野町のあそこにこの座ってくるようになるんですけど、表前公園地下駐車場に乗ります、ここは大型バイクを、40数台止めれるスペースがあります。あ、ちょっと待ってよ。はい、チーズ。縦も行こう。はい、チーズ。よし。あざさん。あざさんの人はね。いや、俺、一部から二部先といったところでしょうか。今年は咲くのが遅いですね。あ、盛り上がっとるね。花見やってます。見ての通りかなりの人が並んどんで、場内入るのは諦めます。ちょい一回500円がいるけん出しとかんと時間かかるわ。ちょっとそうか、俺持ってるんだ。そうは今準備した。そんなんすっかり忘れとって、カードも出してないよ。さっき行き過ぎこっち来てしまった。
山のブルーラインへ向かいます。
がとう。気をつけて。またね。